お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカラムデッキをね使っていきたいなと思います。というわけでペッカラムデッキだと結構ねライトニング型が多いんですけども、このなんかポイズン型の方が、まあ、僕個人としてはなんか強いしなんか安定するし使いやすいしっていう、まあね、僕の思いがあるので今日ねこのポイズン型をねやっていければいいかなと思います。で、ライトニングだとスペルがね、ライトニングタルババユキなんですけど、ポイズン型だとこうトリトンが入ることになって、スペルがね2枚になります。まあ、ダクプリトリトンというところで陸がね結構、鉄壁になります。で、空ユニットもこうマジアチャではなくベビドラなことによって、まあ、ペッカもベビドラもエレキとかなんていうんですか、こう全部硬いユニットが多いんですよね。スペルで簡単に飛んでしまうユニットがいないと言いますか、まあ、なのでこうもし、まあ、前半に1個とか取られたとしてもこうしっかり形を組んで、後半にね一発逆転っていうことも全然ねあるデッキでございます。というわけでさ、今回とはプリプリが今のところ出てきてますね。まあ、JPP 枯渇と言われる、まあ、プリプリにヤリゴブコウモリギャングが入ってるデッキもまあ最近いるんですけども、まあ、今回は多分スケラですね。このプリプリ、まあ、ザッピースケラっていうんですか。もうちょっと前から、使われてますというわけでさ、これはまあ上を押さえつつの、防衛ポイズンでいいでしょう。まあ、こういう時にね、ポイズンが非常に、まあ、役に立つんですけども、こうベビドラと、まあ、ダクプリ。この2枚もめちゃくちゃスケラーの受けでと言いますか、スケラ防衛で優秀なんですよね。まあ、なので、まあ、余裕があれば、ポイズン使わずにね、守ったら攻めでね、ポイズン打ってザッピを突破できるんじゃないかなと思います。いや、これ、受けなくてもよかったかもしれないんですけど、まあ、どうせケツから流すなら、まあまあまあ、受けていきましょうというとこですね。まあ、ザッピーが個人的にはね、すごい厄介ですね、今回。まあ、ですが、トリトンがいることによって相手のプリプリ系はね抑えれますね。まあ、ザッピーだけですね。さあ、ここもケツペッカ合わしちゃっていい気もしますね。まあ、逆サイプリンスとかダクプリが今いないので、プリンススケラとか押されることがまあないっていう感じですね。さあさあさあ、で多分相手は絶対ライトニングだと思ってるんですよ。てかまあラムデッキは基本的にライトなので、でここはちょっとあれですね、残したいですね。ポイズンを残したいというか、まあ攻めでねスペルを、相手ここでポイズン使ったらこれやばいですよ。だってこれダクプリがなんなら前にも行ってるんで、これペッカを延命するみたいな。いや、ザピアがザッピーってなんかめちゃくちゃ強いわけじゃないですけど、なんかね使われるとすげえ厄介ですよね。これザッピーにめちゃくちゃ苦しめられてますけど、まあまあまあ、で相手はザッピーがないと逆にこう止まらない、僕のこうラムライダーは止まんないと思うので、ここでねさっき言った2周目ザッピーを無理やり回してきたとこだと思うので、こことかでね行けたら行きたい感もあるんですけども、もう一回待ちましょうか。いやこれねめちゃくちゃ大変だなまあ自分から攻めるっていうよりかはちょっと耐えて耐えて耐えて、最後にねカウンターで持っていくというか、まあ、ちょっとそんな感じで立ち回ろうかなと思います。いやこのペッカちょっとやったかもしれないんですけど、スケラ打たれたらラム返ししようかな。いやこれ普通にラム返ししちゃおう。まあ、ザッピーかな。ザッピーですね。あれにポイズンを打っちゃってもいい気がしますね、個人的には。突破できないんでね。で、打つと、さあ、こっからですね。いや、もっと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 。いい試合してるな。もうちょっと待ちましょうか。あ、これは美味しいですね。これだって範囲攻撃僕結構多いので、ペッカデッキなのにね。耐えられる。いや、これね、来たっすよ、来たっすよ。これでもうペッカ合わせて、もうこれ一旦ラムまでつけちゃいたいっすね。いや、ダクプリ厄介ですけど、普通にラムつけて、ポイズン打っちゃいたいっすね。ラムがね、止まんないと思うんですよ、相手ポイズン。そう。えぇ、大きい。ドカンと。いや、でかい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 。あとはまあ耐えるだけみたいな。耐えるだけみたいな。さあ、耐えれるか。とりあえず、橋前プリンススケラとか、来ますね、あれ。ワンチャン逆サイも来ますね。ああ、そうですね。そんな感じもしましたが。しっかり防衛してあげて、ここ耐えれば、タイブレイクなんで、全然あると思うんですよね。いや、ここあと40秒あるんで、一回ケツペックします。ここで、いや、お前ケツペックやばいやろって思うんですけど、あともイモります。イモって最後ワンパンします。いや、マジでワンチャンあるっす。
これだって30秒あるっすからね、あと。ザッピーが2周目来るんですよ。そこにポイズン打てると、まあ個人的にはいいかなと思うし、エレキ残ってるから、いや、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。これ絶対きついでしょ。で、ペッカがタゲ取ってるんで、ザッピー、あ、待って、ザッピーあっちに打つな。オッケー、ラムが、雪玉あるんかい。待って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 、タイブレイクタイブレイク。ペッカが、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 うわ、一発入った、来た来た来た。おぶね。さあ、グッドゲームですね。ダックプリも、にゃいしょー。というわけで、まあ、この、ペッカデッキなんですけども、範囲攻撃が結構多いので、まあ、スケラ受けもね、優秀と、いうわけでね。いや、デッキ、危ないですね。ちなみにもうちょっとで12勝っていうところに、いますね。よろしく。まあ、しっかりこう、耐えて耐えて耐えて、攻めるのが大事ですね。まあ、さっきみたいなザッピーとかの突破がちょっと大変ではありますが、さあ、槍ゴブリンなので、まあ、ウォールブレイカーだったり、まあ、迫撃、スケラ、まあ、いろいろそんな感じですね。さあ、これは、スケラ説がありますね。相手グッドゲームって言ってんの？さあ、今これ、槍ゴブリンとムートを裂いた、相手が迫撃スケラなら、普通に受けがしんどいで、ナイトとハンターだと思うので、あのハンターを引っこ抜いてあげれば、よいしょ。引っこ抜いてあげれば、全部残ると。全部残るぞ。で、これなんなら、5個スラム説。あ、まあまあまあ、これはまあ、いいか。迫撃で止まっちゃうんですけど。いや、これ、樽まで行っちゃいますね。絶対相手、アドが結構ね、これ、コストがきついと思うんですよ。いやー、エイムが、よいよい、ババが生贄に。いや、このダメージでかいですね。相手は、スケラだと思います、スケラなので、まあ、棒ポイしてもいいですし、まあ、ベビドラダックプリ系があれば、まあ、この2枚で守って、みたいなね、流れですね。で、ダックプリ咲くと、ムートで受けられる。まあ、ベビーも別にムートでも受けられるんですけど。いや、これ、ハシマリペッカはやんちゃですね。回収されてスケラ打たれるのが怖いので。まあまあ、ムートには、しっかりペッカを当てる感じをね、徹底すれば大丈夫だと思うんですけど。てか、なんならムートとかも引っ張っちゃいたいですね。引っ張って、ここでも壊しちゃいますね。いや、でかい。めちゃくちゃでかい。で、なんならこれ、ケツペッカチャンス説はありますね。ケツペッカして、やれ！よしよしよし。で、まあ、相手がするとしたら攻め迫撃なんですけど、攻め迫を使ってしまうと、防衛でね、相手はポイズンタルババの編成なので、ラムライダーが止まんないと思うんですよ。もうこれ、ケツラムとかしちゃって、まあ、迫撃を、それはめちゃくちゃいい攻めですね。めちゃくちゃいい攻め。これ一応、ナイトのダメージちょっと怖いんで、抑えつつ、いや、そう、延命が来る。いや、これでも絶対きつい、絶対きつい、絶対きつい。槍ゴブリン咲いた。いや、ペッカがマジ一発殴るだけで世界は変わる！来た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 。なんか今なんか恥ずかしい感じのセリフ言ってたな、俺。よしよし。いや、このね、相手のスペルが、まあ、ポイズンかファイブかわかんないんですけど、このペッカラムデッキマジで、硬いのがめちゃくちゃ多いんで、てか硬いのしかいないんで、結構ね、ユニットがね、残るっていうのがもう強いんですよ、最後の最後に。というわけで、もうこれはね、施設になっちゃうな。もう、勝ちかなと。いや、めちゃくちゃ強いんですよ。しかも、なんだろうね、すべてに戦える。なんか、ペッカだから、まあ、ゴレ系にも、メガナイト、ロイジェイ系にも戦えますし、ラムライダーなので、まあ、バルーン系にもね、戦えるよと。で、ポイズンなので、まあ、ダクプリベビーもいるんで、スケラ系にも戦えるよって。で、まあ、エレキベビで、棒ポイをしっかりやれば、まあ、ラバにもまあ、戦えないことはないかなって、まあ、ラバが一番きついぐらいだと思うんですけど。さあ、うどんさん、よろしくお願いします。そんなにうどんが好きなのって、ちょっと聞きたいみたいなところありますね。さあ、今回いたゴーストなので、まあ、ペッカ工場か、あとは三重士かな。ああ、なのでペッカ来ましたね。なんで、ペッカ対決ですね。まあ、ペッカ工場対ペッカラムは、こう、今までだとは、ペッカ工場の方がまあ有利なんですけど、今回僕はトリトンがいるので、まあそこでちょっと大きく変わるんじゃないかなと。あのエレキ引っこ抜けたらめちゃくちゃ強くないですか？いや、めちゃくちゃ強いですよね。で、このペッカ対決の時に、ペッカとペッカの間に古城ババを挟むことによって、ペッカを延命できるっていう相手はその技を知ってますね。あ、待って。あ、相手これやったっすね。これ、マジアチャーって4コスなんで、4コス分今浮いたと思えば、ここで攻めるだけで相手は絶対ね、きついと思うんですけど、エレキ、あ、ザップ使ったっすね。オッケーオッケー。これは、あ、タゲがそっちか。まあ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 。
さあ、ペッカ工場のマジアチャ型ですね。まあ、このダメージはでかいですね。まあ、ケツペッカしたら、まあ、工場も使ってるんで、まあ、ゴーストぐらいが逆サイにもしかしたら来る。まあ、なんですけど、トリトンがいるんで、まあ、トリトンで全部回収すればいいかなと思います。しかも、なんなら今エリアード取ってるんで、あ、ではこれ一回、そうですね、しっかり防衛してくると。で、ラムを飛ばすと、飛ばすだけ、なんかね、アドになっちゃう気がするんですね。なので、いや、マジアチャいたら射抜きたかったんですけど、ラムはちょっと飛ばさずね、戦っていきたいですね。これもうポイズン打っちゃっていいな。いや、打ったらダメだったかな、もしかしたら。まあまあまあ、トリトンいるんでね。ペッカ？このね、ペッカを残すのがうまいですね。これでダクプリも使って、よいしょ。さあ、ザップで処理される。待って、やばい。オッケー、いや、めっちゃいい。で、耐える。そうですね。なので、まあ、ペッカを延命されてしまうと結構大変になってくるので、そこがちょっと難しくなってきますね。どうしようかな。なんで、なんか高め、自分のペッカが先に行っちゃうと、あの、工場延命がちょっと嫌なので、逆にこう、自分がね、後から出せると、ちょっといいかもしれないですね。で、しかも今、まあ、マジアチャ相手が裂いたので、まあ、そう考えても、まあ、悪くはないかもしれないと。で、これ、ダクプリで美味しくいただけると思うんですけどね。もう、マジアチ来るっすね、これ。棒っぽい。いや、入ってはないが。まあ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 。耐えれそう。耐えれないのかな？この陸突破をすごいしてきますね、相手は。まあまあ、一応陸が多いからなんとか耐えれてるみたいなところはありますね。しかもなんでダメージ入ったのかわかんないっすね。さあ、ケツペッカーで、端前マジアチャーが来るんで、また4枚回ると。まあ、棒ポイすればいいかな。エレキ含めれたら棒ポイしたらいいと思いますね。で、これは、ちょっとあれですね。めちゃくちゃ、許容します。折られなければいいっていう。やばい。バカ。折られる。え？待って、終わる。これマジアチャーワンチャン来る。いや、ポイズンまで使った。あれ俺のそんな簡単に終わってしまうのか。エレキ使ったでしょ。いや、これワンチャンねえかな。ワンチャン？いや、やばい、ポイズン乗ってしまう。ポイズン乗る。ラム？ん？ズコ。バカ。あ、負けたっすね。俺、ペッカの後ろに何咲いたんだっけ。あ、ダクブリ咲いたっすね。あの、ダクブリ咲いたから、相手の陸が止まんなかったっすね。やったっすね。狙われてたのかな。まあ、そこはさすがに、ちょっと上手かったっすね、相手が。ちょっと煽られるのはね、気に食わないんですけど。いやー、ダクブリですね。というわけで、まあ、ぜひね、このペッカラムデッキ、皆さんも使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。